はい、まあ、こちらにはね、まあ、仲のいい帰りの親子がいらっしゃいます。まあ、そちらが本堂の正面ですかね。まあ、正禅寺さんと言います。じゃあこちらにね、説明がちょっとあるんで読みましょうね。正禅寺曹洞宗禅寺、本寺には高さ170センチの池江多宝塔、伝大御太郎の墓石、四十分があります。向かって右に阿弥陀如来、左に地蔵菩薩の主事が刻まれ、右側から下部には昭和3年、1347年3月22日の記念銘が入っています。他に豊臣秀頼公寝室とされる、ま、武国山三号塾、涅槃絵塾、輪廻塔などがあります。ま、そのようなね、説明があるんでね、ま、こういったものなんですけどね。あとね、こちらが管理している堀下の仏像群っていうのもあるんですよ。明治8年1875年、長光寺末寺、まあ、長慶寺、まあ、廃寺ですね、が火災に遭い、その際町民が薬師如来一体と十二神将を現在の地へ移したと言われています。薬師如来の高さは台座ともに42センチで、背面に今日は元年1801年鳥7月吉日の銘があります。十二神将は木造の龍像で、高さは台座ともに46センチです。昭和15年、1940年以降、長禅寺さんが管理者となっています。まあ、こちらがね、まあ、昭和15年から管理者となっている、まあ、堀下の仏像群。まあ、これもね、まあ、ちょっと見たいと思いますね。見つかりますかね。そちら側がね、まあ、長禅寺さん本堂の向かって右の側面です。まあ、こちらにはね、まあ、先ほどのね、説明に、まあ、輪廻塔ってありましたよね。どうやらこれがそうじゃないかな。まあ、本来ならね、そこの、まあ、間に、まあ、輪廻車がね、まあ、軸とともにあるんですけど、ちょっと輪廻塔は欠損しちゃったんですね。こういった輪廻塔がございました。はい。それではね、まあ、こちら、まあ、説明板がね、こちらにありますんで、前橋市指定史跡大御太郎の墓石です。昭和50年7月1日指定、長禅寺は会期寺院総計に経済面に不安をした信者を大御太郎とか大御様之助と伝えており、いつの頃からかわからないが大御氏によって創建されたのであろう。大御太郎の墓といわれる石塔は、上から宝珠に受け花があり、次に屋外塔身と続き、これらをしっかりと下基台で支えている。このうち屋外が小さいことから池江多宝塔というべき、まあ、形式と見られる。塔身の中央に梵字が2つ刻まれている。向かった右に阿弥陀如来、左に地蔵菩薩の主事、まあ、梵字指示で仏を表すものがあり、その左側から下部に昭和3年3月22日と銘文が刻まれている。これを会期の墓とすれば、西暦1341年には当時が創建されていたと考えられる。傍らに、まあ、こちらですね、まあ、奥方の墓といわれる石塔があり、墓地入り口には輪廻塔がある。あ、確かにね、まあ、ありました、そっちのね。これらは白草の寺沢窪、まあ、現在の滝窪町内にあって、
寺の移転に伴って現地に移したと伝えている希少な文化財である。あはあ、こちらに移ってきたんですね。大御太郎の、墓石です。このような墓石すごいですね。近くで見てみましょう。こちらがね、前橋市の指定史跡、大御太郎の墓石です。上からね、宝珠、受け花、そしてここがね、屋外、そしてね、刀身、そしてがっしりとした、基壇、そのような構造になっていて、刀身の部分がね、主事、右側のここ阿弥陀如来の主事です。そして左側が、地蔵菩薩の主事。そしてね、左側の下にかけてね、昭和3年、ちょっと昭和の部分がね、かなり摩滅しているんですけど、かろうじてね、昭和3年かなっていう雰囲気はわかります。3月22日はかなり、読み取れます。こういったものですね。一般的なねものより、なんていうか、屋外の部分が小さいので、池、多宝塔、そのようなね、呼び方がされるそうです。そしてね、こちら。奥さんかな。ここの、刀身の部分が、上がね、くびれていて、いわゆる亀型。赤木刀のね、名残っていうかな。そういった雰囲気もありますね。こちらはね、